皆さんこんばんは中西由里ですえ今回の偉人敗北からの教訓こぼれ話は特別編マイナーな敗者シリーズをお送りします伊藤さん今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ今回のテーマはこの人物です草加玄瑞 ということですね。まあ、幕末の人物ですけれども。日下、はい、源瑞伊藤さんがすごくお好きな人物だということですね。ねお、ええ、しの一人ですよね。おしの一人です。ええ、どんなところが好きなんですか。まあ、日下源瑞というのは、あの松下村塾のね、松陰先生の弟子、えー、であるわけなんですけど。えー、その中でも、まあ松陰門下生の中でも春愁として、高杉晋作とともにですね。ええ、尊下塾の総引きとまで。 言われた人物だったんですよね、うん、優秀な人だったんですね、えー、で吉田松陰もですね年少ながら、えー、傍聴第一流の人物たり、うん、よってまた天下の英才なりという形で手放しで褒めてるんですよね,ね松陰からそんな評価を受けたと、えー さあ今日はこの草加元帥の生涯とまあその敗北について伺っていきたいんですけれどもどんな出自の人なんですか。はい。この草加元帥というのはですね、長州範囲の三男として生まれてるんですね。お医者さん、お医者さんだったんですね。息子さん,ん、ね、はい。14歳で母を、15歳で兄と父を相次いで亡くして、うん、若くして草加家の頭子になるんですね。 でえー、九州にです、ね、医学の勉強で留学した際に肥、ね、後の宮部定蔵から商品から学ぶことを勧められて、うん、企画を松化村塾に入るんですよ。 で入ってからもです、ね、誰よりも勉学に励みです、ねえー、松和村塾の門下生の中ではリーダーダ的存在になっていくんですねもしあの順当にいけば普通にお医者さん、うん、になっていた可能性もありますよね、はい、草その可能性は非常に高いですよね。はい、医学を勉強して、えー、聴取範囲となって生涯終えていたと、えー、そういう動乱の時代でなければ、うん、そういう生涯を送った人だと思いますよねああなるほど、うん、じゃあそこからどうやって尊皇攘夷派の中心になっていったんですか。はいはい 将位が安政の大国で経した後ですね、源氏は、えー、尊王上位論をですね、反首に憲白するんですよ。はい、えー。そこで長州藩の反論が一気に尊王上位になっていくということで、それまで長州藩というのは、えー、開国策がですね反論だったんですけど、そこで草加源瑞の憲白によって一気に尊王上位へ傾いていくんですね。 これは私ちょっと意外でした長州藩というとなんか最初から尊王攘夷派、うんはい、みたいな,なんかそんなイメージがあったんですけども、うんはい、むしろ松陰が亡くなってからこの元帥の働きかけによって反論が変わったということなです、ねはい、すごいですよね。 でまあ長と三藩有志連合というのも組織して、えー、朝廷もですね専門上位に変えていくということで、うん、それだけ聞くとすごいですよね、うん、なんでマイナーなのっていうふうに言う人もいると思うんですけどそうです、ね、まさに松陰の文科生ナンバーワンとしてですね、はい、思想というのは、えー、学ぶだけではだめなんだと考えるだけではだめなんだと行動に移さなきゃいけないという、えー、それをですね成し得た一人なんですね。<ー> なぜ草加減税がそれを成し得たかというの、はい、1一に思、ね、想的に純粋で彼の唱える危機感に皆が共感できたからだと思うんですよね。2> うん、で2に,にですね、えー、松陰の後継者として一目置かれていたわけですしかも松陰が絶賛しているわけですねその人間性をですね。はい、で3にですね弁舌、えー、爽やかな美女部だったという,<ー>いう点があるんですね<ー>、えー、見た目が見たよかった,た長身だったみたいですね。<ー> でまあ、書き残したものもですね、えー、まあ松陰のように情熱に任せて分位があのよく取れないとかもうばあの言ってることがちょっとあっちこっち行っちゃうんではなくて論が明確で理解しやすいんでですすよねですから誰もが共感しやすいそういうものが書けたわけですよね。熱量では松陰に劣るものの冷静な現状分析力や組織力ではその師匠である松陰を凌駕してたんではないかなと。 でもその師匠の松陰が捕まって処刑されて、はい、しまったということは日下源氏にとってはかなりショッキングな出来事だったでしょうね。いやこれは大きな衝撃を受けたと思うんですよね。ただ、日下源氏をはじめとした文科生たちは松陰の意外を乗り越えて進んでいかなきゃいけないとそれは松陰の教えでもあったわけですよね。うんはい、ですから上位の実行や英国公使館の焼きちといった急進的な活動へと流れていくわけなんですよ。 特に、まあ、関門海峡を通過する外国船を砲撃したというのはです、ね、ああ軍事的には勝ち目のない暴発だったんですね。はい、だって、えー、長州藩が制道法しかないんですで向こうは軍艦積んで鉄鋭逮捕で鉄しょ 射程も違いますしね精進も全然合ってるわけですね向こうのがね、うん、で勝てるわけのない戦いで案、うん、の定、えー、敗れて放題占拠されて一部領土も、えー、まあ外国戦にですね占拠されてるんですよね<あ>その写真が今残ってるぐらいなんですよねああそうなんですか、うん、ただですね玄瑞たちとしてはですね称賛云々じゃないんですよ、うん、とにかく暴発する上位を行うそれによって、えー、他国のいろいろ志士たちを、えー、まあ放棄させるという それが、えー、松陰のですね総毛復帰の精神ですから、うん、そうさせたかったわけですよね、うん、うん。こうした過激な行為がですね次第に諸国に浸透していって、うん、えー、倒幕の流れを生んでいったということなんですよねなるほどやはりあの松陰の後継者という周囲の期待がえー、彼にはあったんですけど次第にそれがですね重になっていったんじゃないかなと私は思うんですよねああ うんですから、現在はま村員の思い村員の念願をですね。実現するために自らを叱咤して過激な行動に移っていったんですけど、うんうん、まあこれ、えー、面白いのはですね。現在はそういったえー、求心的であらんとしても土壇場でですね。清朝論を唱えていることなんですよ。うん、あ、そうなんですか。えー、イケイケってなってないなってもですね、はい、えー。もう土壇場でちょっと待てよって。うん まあ一度目はですね英国公使館焼き討ちを主張するですねえ高杉晋作に反対するんですねでそれもでも高杉らをたきつけておいてですねいざとなってちょっと待てよということでえまあ現在に迷いが出てきてしまうというところが でこう高杉当然怒りますよね<ー>ふざけんなって二人で切り合いになりそうになるんですね二 <laughs>、えー、度目はですね金門の辺の直前京都に突然するぞと言われた、えー、軍議が行われたその場でですね、えー、まあ朝廷から、えー、当然退去命令っていうのが出るんですよ<ー>で,で退去命令が出たから厳次はじゃやっぱりちょっと非公よというふうに言うんですけど、うん、当然ですねもう息利立っている、えー、まあ藩士とか浪人たちはですね冗談じゃないと。 いうことでその大命令を守るるべきででではなないいいととととうううここ、えーまあ、突入しようということになるわけですね、はい、やはりあの彼の場合は松陰のように熱血感ではないので、うん、まあその理想を実現しなければならない、えー、実現させるのは自分だという思いがあるんですけどその反面、こういったやりすぎを自覚してですね藩や同士に対する責任の重さというのを痛感して最後にブレーキをかけてしまうという。 まあいわゆる良識派だった部分があるわけですよねなるほど良識派なんだけれども、うんうん、そうじゃない自分にならないといけない,っていう、うん、そうそうそう ところで、結構無理をしてしまっていたっていうことなんですね。ええ、無理してたと思いますよ。ああそうですか。うん、このイギリス公使館の焼き打ちですとか、はい、と京都にこう突入するっていう作戦。自体は、もともとはこの。草加玄瑞が主導していたと。主導していたということですね。でも土壇場になって、やっぱりちょっとこれやりすぎかもなあっていうことが。心の中でよぎるということです、ねで。そうですね。まあ国公使館の方はね、高杉が主導していたんですけど、<ー>それにブレーキをかけに行ってしまった。と もともと思想的な部分では玄瑞がリードしてたわけですから、ね、焚き付けたということは言えると思うんですねことは間違いないんですけども、うん、なるほどそんな玄瑞の本質というのはどこにあったんでしょうね、はい、玄瑞は革命家タランとしていたわけですけど基本的には思想家ですよねうんうんですから無理をしていたというのが彼の人生のような気がするんですよねこの革命家と思想家の違いというのは何でしょう、うんうん、やはりあの革命家というのはですねあの。 世の中をもうひっくり返していく変革してていいいくくという行動に移していくわけですよねで現在はどちらかというとそういった行動に移した人間でうまくいったわけですけどもともとはもっと学級の都で勉強してですね<ー>啓蒙思想家としての、えー、理論を確立していくという方が向いてたんではないかなと思うんですよね。ただ歴史は彼に革命家としての使命を与えてしまったとでそれが彼にとっての重荷になっていく <laughs> そして土壇場での慎重論になってしまったということで<ー>この辺面白いですよね。 そうですね。この尊王攘夷運動の中で、久坂元帥が果たした役割というのは、はいうん、どんなものだったと思われますか？ま一言で言えば、まあ、時代を沸騰させたことだと思うんですよね。うん、その意味では、本当に松陰や高杉晋作以上のことをしたと思います。まあ、松陰も原水もどちらかといえば思想家なわけですけど、まあ、松陰の思想を具現化するためにですね。えー、ま、現在は実際の行動に移していったわけですからうん、うん、幕末の沸騰を生んだのは原水と言ってもいいと思うんですよね。 もうその熱に打たれるように、えー、長州藩は暴発しまくりますしね諸国から、えー、脱藩してきた多くの志士たちが京に集まり西洋ができなくなるわけなんですよ。うん、でも、獅子瑠璃になっていくじゃないですか、はい、それでも、えー、当然そういった、えー、まあ思うがどんどん屈起して屍になっていくその繰り返しの上でえで、ー、やはり変革というのは起こっていったわけですよね。はいうん その意味では本当に現在というのは金門の辺で真っ先に死んだイメージが強いわけですけど現在が起こした火がですね伸びのように全国に広がっていった、まあ、それがですねやはり、えー、非常に現在の貢献の大きさだと思うんですよねそうですね。 この日下元髄がもし吉田松陰に出会っていなかったらどうなっていいたと思いますか難しい話ですよね。<laughs> やはり、まあえー、吉田松陰のような過激な思想家に感化されなければですね、まあ、確かに元髄、えー、ほどの人間であれば、えーまあ、倒幕論とまでいかないまでもですね何らかの形で政治的、えー、なことに関心を持ち志士となったかもしれませんけど、うん、そこまでの 過激な支持にはならずにその上位もそんな強く唱えずにですね、えー、まあ長州藩を、えー、まあ新しい政体の一員としてうまくこう引き上げるような活動をしてたんではないかなと思ううんでですすよね、うん、そうですねそまた25歳という若さで亡くなってしまったというところが、うん、本当惜しい,というか悲悲劇劇的的でですすよよねね、うん、もし彼が明治時代まで生き残っていたら、うんはい、新政府の中で何かこう役割を果たしていたと思われますか、はいうん これはね普通に考えればですね長州反発桂小五郎とともに、えー、領域っていうようなイメージが浮かぶんですけど私は逆にですね西郷隆盛のように陰遁してたんじゃないかなと思うんですよねあそうですかうん。やはり革命家としての役割を果たした後、うんえー、その果実を手にするためにやはり、えー、政府の喧嘩になりたいというのは あ、誰でもそう思いますよね。うん、最後はそれが嫌で隠遁したわけですよ。はい、うんまあ、減税もそういった純粋な部分をすごく持ってる人だし、はい、自分は商人のようにならねばいけないという,う思いがあるわけです。商品、うんうん、も生きていたら多分隠遁したと思いますしね。減税も市長のように隠遁した可能性が高いと思います。ただ、商品のもう一方の志である教育に力を注ぎですね。明治維新後、早稲田大学や慶應義塾のような。 え、私学大学を創設したですね、可能性もあると思うんですよね。ああ、なるほど。うん、そういう意味でも確かに松陰のようにこう、うん、人を教育するというところも、もしかしたら坂加元帥は受け継いでいたかもしれないですよね。受け継いでいると思いますね。はい、さあ、この元帥の生涯を振り返って、はいうん、どんな教訓が得られると思いますか。まあ一言で言えば、えー、<laughs> 自分の適性を知るということですよね。<laughs> もうこれでずっと苦しんでいた印象ですよね。えーまあ、本当そうですよね。うん まあ現は本当に松陰から何か重荷を背中にこれ頼むよっていう感じで乗せられたイメージですよね <laughs> そのためにこうえまあ邁進していくわけですけどねただ本質は革命家ではなかったまあ思想家に近かったということでまたさらにですねえ藩の,その上役重役にいてそういったいろいろな政治とかそういったものを教育されてきた人じゃないわけですよねですからまあ政治的駆け引きにも長けていないわけですよね。ですからいろいろ迷いが出てきちゃう。 で引くところで引くことができず引き返せないポイントに来てから <laughs> あ引き返したいという,ようなことを言うということでですね<ー>かなりイメージ的には無理しててるなって人なっ人んですよねうんこれなんかもうちょっと前の段階で日下玄瑞もこう、うん、ちょっとこの辺にしとかないかとか引き返さないかって言えなかったのかなというのちょっと思うんですよねギリギリじゃなくていやもうそれだけそあの松陰の呪縛というのが強かったんですよね。 うん、まあ,ある意味、ね、一番優秀な弟子だみたいなことを言われて目をかけられていたんだったらなんかその恩に報、ねうん、いたいという気持ちも理解でできるんですけど <laughs> でようやくそういった松陰の呪縛から、えー、解き始めたところで禁物の変が起こってしまったりとか<ー>自分を起こしてしまった、うん、それで結局、まああまあ、自分も命を失ってしまったということである意味、まあ、悲劇ですよね。 そうですね確かにどこでこうブレーキをかけられるかというのは本当に難しい問題だとは思うんですけど、うんはい、やっぱり周りがどう言うとかではなくて自分がどうしたいかとか、うん、自分には何が合っているのかっていうのをこう冷静に考えられる方が絶対本にも幸せになれますよね、はい、そうです、ね、うんなんか確かに草加玄髄に共感できるポイントは結構ありますし <laughs> 多分そう思われる方も多いすね、はい、藤さんありがとうございました